大リーグも注目する敬愛学園エース五十嵐。初回先頭打者を三振に切って取り、好調なスタートと思われましたが、その後制球が定まらず、フォアボールのランナーをノーヒットで返され、先制点を奪われてしまいます。4回にもエラーで出塁した2番浮田に生還を許し、ノーヒットながら2対1と学館総合に勝ち越されます。追いつきたい敬愛学園、7回ノーアウト3塁2塁の場面、エースのバットで2対2としますが、あと1本が出ません。9回2アウトまでノーヒットに抑えていた五十嵐の好投に報いたいところです。そして延長12回、敬愛学園はランナーを3塁に置く1年生厚田、ファースト後方に落ちるラッキーなヒット、これが決勝点となり、エースの1安打完投に報いました。まあ、なんとか最後まで負けたくなかったんで、気持ちで抑えることができました。